アントノフ A-7 アントノフ A-7 は第二次世界大戦のソビエト連邦で開発された兵に輸送用の小型軍用グライダーである。1941年のドイツの侵攻の後間もなく、赤軍の最高司令部は輸送グライダーの必要性を認識し、いくつかの設計局に開発を命じた。オリエーク・アントノフは1939年に 予備的に設計していた小型グライダーを提案した。この機は当初 RF-8 という名称で、本質的にはスポーツグライダーの RF-7 を大型化したものだった。評価試験の結果、登場者数を5名から7名に増やした。A-7 は引き込み式の膠着装置を持つ全木製の膠翼機であった。 1941年遅くに評価が行われて、A-7 の名称で量産命令が出され、約400機が製造された。1942年遅くから1943年初めに、かけて1000リットルの燃料を搭載した、タンカーグライダーという通常とは異なる派生型が、テストされた。これは、イリューシン DB-3 爆撃機に栄光され、 航続距離を延長するために飛行中に給油するというものだったが量産はされなかった。A-7 はグリボフスキ G-11 と共にソビエト連邦の輸送グライダーの大多数を占めた。量器はパルチザンへの食料、武器、機器、訓練要員の供給に使用された。最も集中的に使用されたのは1943年4月から11月にかけて、 ベラルーシのボロツクベゴムルレペル地域であった。この時は、数百機ものソビエト連邦のグライダーが、夜間に輸送飛行に使用され、着陸後に、グライダーは破壊されて操縦士は、航空機で連れ戻された。グライダーは1944年にもいくつかの地域で、パルチザンへの補給活動に使用された。敵の前線後方での破壊活動への補給にも、 グライダーは使用されたが、A-7 の搭載量の少なさは、この種の任務には適していなかった。A-7 は、主にスポレフ SB や、イリューシーイル -4 爆撃機に栄光された。少し変わった運用は1942年11月の、モスクワからスターリングラードへの空中協力での、使用であった。これは、スターリングラード攻防戦中に、 戦車のエンジン冷却の不当液を緊急に輸送するためのものであった。A-7 は成功策ではあったが、他の小型グライダーよりも搭載量が少なく、座席の配置と貨物室の中央部にある型持ち式の引き込み式膠着装置が搭載貨物を限定していた。A-7 は平員7名または 900kg までの貨物を搭載できた。 A-7 は、長方形断面の混合材料の、セミモノコック構造の公翼機であった。機種に操縦士1名分の操縦席、その後ろに6名分の貨物室があり、2名が横向きに、全部、2名が横向きに、後部、2名が、前後向きに中央部、胴体全部の左側と後部の右側に2枚扉があった。ドアとドアの反対側の胴体には小さな丸窓が、 設けられていた。後半と、ハフバリの主翼は3つの部分で構成され、膠着装置は手動引き込み式でその感知レバーは、貨物室2つの中央部の座席の間にあった。着陸距離を短くする場合は、胴体下にソリを使用した。ありがとうございます。